同士の良さをたくさん見つけ、多くの人に伝えてください。平成26年11月13日坂東市長吉原道、よろしくお願いいたします。坂東市子ども観光大使小野部大樹様がお願いいただいています。坂東市をどうやって PR するか、明るい街にしていくためにね、こういう子どもたちの協力が必要だし、こういう子どもたちの意見というのがね、最初とても恥ずかしかったけど、慣れてきてあんまり恥ずかしくなくなりました。いろんなことをしたいです。これからも歴史もいろいろ頑張っていきたいと思いました。これからも観光大使として頑張っていきたいと思います。地元のお年寄りとかいろんなことを知っている人たちから子どもへこういろんなことを教えていただいて、子どもがこう元気を持ってみんなに伝えていくみたいな活動をこれからしていきたいと思いまして、ますます坂東市の中のいろいろまだ知られていないものとかいろいろないいところを子どもたちが伝えていけたらなと思っています。